エルクロスはアメリカ航空宇宙局の無人探査機である。エルクロスのミッションの主目的は月の極地方にある永久陰のクレーターに氷が存在することを確かめることである。月の南極地方の壁薄クレーターで水の発見に成功した。エルクロスはアメリカ合衆国の10年以上ぶりのガツミッションである無人ガツ探査計画の一環として ルナーリコネサンスオービターと共に2009年6月18日に打ち上げられた。エルクロスとルロは NASA の月期間計画の先人となるもので、月の植民に対するアメリカ合衆国政府の決定に影響を与えることが期待された。エルクロスは壁薄クレーターと衝突した際のゴミのデータを収集し、地球に送信するように設計された。 上段ロケットセントールの重量は2 2 4 9ラムで、時速1万キロメートルの速さで月面に衝突した。エルクロスは8月22日に故障に見舞われ、半分の燃料を失い、燃料の余裕がほとんどなくなった。セントールは2009年10月9日11時31分に、無事に月面に衝突した。エルクロスは、セントールの衝突によって舞い上がったゴミを、 観測しながら降下し、データを収集、送信して6分後の11時37分に、月面に衝突した。エルクロスの軌道エルクロスは、早期着工可能な低コストのミッションとして、ルロに付随して実施された。NASA がルロの打ち上げを、デルタ2ロケットからより大きいものに変更すると、エルクロスのペイロードが追加された。これは19個の他の候補から選ばれたものだった。 エルクロスのミッションは、ジャーナリストのウォルター・クロン・カイトに捧げられた。エルクロスは、ルロと共に、2009年6月18日21時32分に、フロリダ州、ケープカナベラル空軍基地から、アトラス V ロケットによって打ち上げられた。打ち上げ4日半後の6月23日にエルクロスと、戦闘ルは、ガツスイングバイに成功し、月の極に衝突する体制に立て直すため、 37日間の極軌道に入った。2009年8月22日早朝、エルクロスはセンサーの問題による異常を検知し、月を約3周回った後、2009年10月9日11時31分にセントールが先に月に衝突し、その数分後にエルクロス本体も衝突した。当初は壁薄映画、目的地点だと公表されたが、後に、 カベウスクレーターに訂正された。エルクロスとセントールは最終的に月に向かう途中の2009年10月8日21時50分に分離した。セントールは先に衝突して月の表面にゴミを巻き上げ、その4分後、エルクロスがゴミの中を通り抜けてデータを地球に送信した後、月面に衝突し2度目のゴミを巻き上げた。 衝突速度は時速9 0 0 0トルと計画されていたが、後の計算によると1万キロメートルを超えていたことが分かった。セントールの衝突により350トン以上のゴミが巻き上げられ、直径約2 0ル深さ約4ルのクレーターができると見積もられた。エルクロスの衝突は150トンのゴミを巻き上げ、直径1 4ル 深さ約2メートルのクレーターを作るように計画された。この衝突によって高度10キロメートル以下に存在する物質がゴミになると推測される。舞い上がったゴミのスペクトル分析をすることで、クレメンタインとルナプロスペクターによって存在が示唆された永久影領域の氷の存在が確実になることが期待された。また、ゴミは、 合計2 5センチメートルから3 0センチメートル程度のアマチュア用望遠鏡でも観測できることが期待されたが結局アマチュア用の望遠鏡では何も見られずヘール望遠鏡のような保証工学を備えた世界最大級の望遠鏡を使っても舞い上がったゴミは全く観測できなかったゴミは現在も上がり続けているが地球から観測できるほど高くは上がらなかった 二つの衝突は地上の他の天文台やハップル宇宙望遠鏡でも観測が試みられた。エルクロスが水を発見したか否かはアメリカ合衆国政府が月面基地の建設を推進するか否かに大きく関わってくる。2009年11月13日、NASA はセントールの衝突後、水の存在の証拠が得られたと発表した。エルクロスルロとエルクロスエルクロスは エボーブドエクスペンダブルローンチビーグルの2次、ペイロードアダプターにペイロード、コマンドシステム、コントロールシステム、通信装置、バッテリー、太陽電池の6つのパネルを付け、上段の先頭にルロがリング内に1液式ロケットが取り付けられたものである。また2つの S 対全方向性アンテナ等も取り付けられている。スケジュール、質量、予算の厳しい制約は、開発に、 NASA のエームズ研究センターとノースロップグラマンにとって難しい課題だったが彼らの独創性によってリング等エスポアの構成部品をうまく利用する方法が考案された。通常、エルクロスのリングは6つの展開衛星を保持するがエルクロスの場合は衛星の骨格になった。またエルクロスは商業的に手に入る部品やルロ等のために開発された。 既存の部品も多く組み合わせて使っている。エルクロスは NASA の a ムズ研究センターが運営し、ノースロップグラマンが製造した。最初のデザインは2006年9月8日に完成し、2007年2月2日にミッションコンファーメーションレビュー、2月22日にクリティカルデザインレビューを経た。組み立て及び試験が終わると2008年1月14日にペイロードが エクリプテックエンタープライゼスコーポレーションからノースロップグラマーに運ばれ宇宙船に積まれた。2009年2月12日に最終的なレビューを通過した。エルクロスのペイロードは9個の観測装置から構成されている。一つの可視光カメラ、二つの近赤外線カメラ、二つの赤外線カメラ、それに一つの可視光分光計、二つの近赤外線分光計、 一つの高度計である。データ処理ユニットが、それぞれの計器から情報を集め、コントロールユニットに送信する。スケジュールと予算の制約のため、それぞれの装置は市販のものだが、宇宙で使えるように改良が施され、発射や飛行を再現した試験にもクリアした。衝突で生じたゴミは、当初の予定通りには観測できなかった。プロジェクトマネージャーのダン・アンドリュースは、 衝突前のシミュレーションが過大評価していたためであったと推測している。データ処理速度の問題で露出が足りず、可視光分光計ではゴミの像は得られなかったため解像度を上げる処理をする必要があった。赤外線カメラでも衝突の瞬間の温度の像が捉えられた。2009年11月13日、NASA はエルクロスの衝突によって月に 水が存在する複数の証拠が得られたと発表した。水やその他の物質の存在量や分布を調べるには、さらなる分析が必要である。水が日光で分解されて生じるヒドロキシル元を意味する、紫外線のスペクトルがもう一つの証拠となった。ロバート・ズブリンは発見された水の量について、衝突によってできたクレーターは1000万キログラムのレゴリスに相当し、 この中には1 0 0ラムの水が含まれると推定される。これは午後10時にあたり、地球で最も乾燥している砂漠の土壌に含まれる水の割合よりも少ない。対照的に活性には重量比60%の水を含む大陸サイズの領域が見つかっていると語っている。エルクロスが撮影した月の画像をエルクロスから分離したセントールの画像、セントールと エルクロスの月面衝突画像、ありがとうございます。